一つはまあ長男の出産っていうのが一つあって、でもう一つは前職の時サービス業をしていたんですけども、まあ、家族で過ごす時間っていうのがですね、1週間のうちに1日もなかったんですね。で今後もそういう生活をしていくっていうのに少し僕の中で疑問符が立ったので、まあ、それであれば環境を変えるっていうところで移住をしてみようと決意しました。はい、仁淀川をはじめとする自然環境ですね、まあ、海も近いですし、で当然すぐそこに仁淀川清流がすごい流れていると、すぐそばにはまた里山もあってって自然環境がすごい身近に感じられるっていうのが一点と、もう一点は高知に来たことがなかったんですね。なので家を探したり、まあ、土地勘も含めて全くない状態でしたので、まあ、空き家を探すところから、あとは出産が妻の2人目の控えていたっていうこともあるので、産婦人科を探していただいたり、実際暮らしの情報を含めていろんなことをそこをサポートしていただいて、それこそ引っ越しにかかる準備とかそういった細かいところまでサポートしていただいたっていうのが非常に大きかったですね。保育園に長男が入りまして、まあ、パパともママともっていう友達もできたんですね。でそういった友達と一緒にですね、もう本当自然がすぐ近くにあるので、まあ、アウトドアですね、川遊びしたり、まあ、カヌーしたり釣りしたりバーベキューしたりキャンプしたりっていう自然通していろいろとこう遊んだことで、まあ、よりこう街が好きになったし、そしてあと自然の中で子育てしたいっていう夢もあったので、その夢はこう実現できたのはすごい良かったなと、それは伊能町ならではかなと思いました。伊能町では子育て世帯の方をの育児を、もっと楽しく、そして少しでもまあ何かこうお手伝いできたらいいなということで、ファミリーサポートセンターハッピーを開設しています。これは子育てのお手伝いをしてほしい方 と、子育てのお手伝いができる方をそれぞれが会員となって活動している、子育てを支え合っている、活動になります。伊能町の方では活動場所としてお子さんを預かるときに公共の施設が使えるというところです。例えば伊能町の方では子育て支援センターグリグラ広場というところがあります。そちらには常時保健師も常駐しておりまして、乳幼児小さなお子さんが安心して過ごせる場所となっています。妊娠期からそうですね、子育てについてもそうですし、ご自身のことなんかこう不安に感じていることとか、あとは育児の相談、それからお孫さんなんかも見られているおじいさんおばあさんについてもなんかこう気になることがあったり、あうちの子こんなところがあるんだけど他の子と違うんだけどどうしようとかどうだろうっていうことなんかの相談もスタッフが丁寧に対応しています。そういったところで大変好評をいただいておるかと思います。